平和の石島田空襲は太平洋戦争末期の1945年7月26日に静岡県島田市に対して行われたアメリカ軍による空襲一発の大型爆弾が使用され49人が死亡した。この空襲は原子爆弾投下の実践訓練として行われた作戦の一つであった。使用された爆弾はパンプキン爆弾と呼ばれるもので あとに、長崎に投下されたファットマン型原子爆弾を模した形状の特殊な爆弾である。1945年7月からアメリカ陸軍航空軍の B-29 爆撃機によって日本各地に訓練攻撃として投下が行われていた。アメリカ軍は新潟市を原爆による攻撃目標の一つとして検討しており、その訓練用攻撃目標として 富山市の軍事工場を選定していた。しかし、7月26日の富山市への訓練爆撃は、天候不良のために予定通り実行できず、島田市などが代わりの目標として、パンプキン爆弾の投下を浴びることになった。このような天候不良の場合、現場の判断で適当な都市の中心部へと投下することになっていた。そのため、攻撃は当時の島田市にあった。 東海パルプや島田海軍技術研究所などの軍事、関連施設を狙ったものではなく、無関係の島地に対して行われる結果となった。投下地点の島田市大木町7-1に残った、相当修不毛院横の大木町公園に、平和の石が残っており、島田市は、毎年爆弾が投下された7月26日に、平和の集いの一環で、島田空襲被爆者異例の集いと題して、 異例を行っている。AB 総務省一般戦災死没者の追悼、島田空襲被爆者異例の集い2017年2月3日、閲覧。島田市、平和の集い2017年2月3日閲覧。島田空襲と、異例被 J へ大井川、大井川農業共同組合2017年2月3日、閲覧。ありがとうございます。